前回、あの、最大流問題の話をですね、あの、線形計画法を使って考えるっていう話をして、あの、それがちょっと残っているんで、まずそれをやってですね、と思ってる話がありまして、で、その後の話は何かっていうと、えっと、増加動法に工夫を加えて必ず止まるようにするって話をします。で、あの、そのアルゴリズムは、実はいろいろあるんですけども、えっと、 今日ご紹介するのはエドモンズカープのアルゴリズムと俗に呼ばれているものです。で、それが何なのかってことは、まあ、15分経った後で説明するという形になるので、まずは前回残った部分をやっていきます。はい。で、前回残った部分は何だったかというと、えっと、大きさが。えっとですね、その線形計画問題として、えっと、最大有問題を書くんですけども、その相通問題が何なのかって話をするということでした。で、あの、前回の内容は、 まあ、あるんですけども、えっと、今日やる部分だけ思い出せ、思い出せばいいので、まあ、その部分だけを復習していくという形になります。で、何だったかというと、ここに書いてあるようなことで、もう復習も何もないんですけども、えっと、これですね。これ考える。右側に書いてあるものを考える。で、これ何になったかっていうと、UA っていうのが、その A という子の容量ですと。と で、えっと、変数がですね、この右側のこれ、相対問題においては、この zA って各 A に対する変数と、えっと、各頂点に対してなんか y っていう変数があるという、そういう問題になってましたということです。で、この相対これ相対問題なんですけども、これが何でしょうって話をしたいっていうことでした。で、何をするのかってことを、まあ、先に言うとですね、実はこの相対問題っていうのは、えっと、この相対問題を解くことによって、容量が最小の ST カットっていうのが見つかりますと。 いう話をします。で、それだけを、あの、今日、まずじめにするということです。で、それによって何がわかるのかって話は前回最後にしたので、まあ、それを見ていただくことにして、えっと、この、容量が最小の SD カットを、この装置問題を求めてるんだってことをします。で、何をするかっていうと、まあ、この装置問題は、まあ、これ最適解あるんですけども、その最適解をまず見ます。で、その、その最適解が、実はこの容量最小の SD カットの情報を持っている。で、それをどのように、その、えっと、取り出すのかって話をします。で、 えっと、どんな感じでやるのかってことを言います。今ですね。 ここにこの左側にこのグラフが書いてあって、これ9頂点あるんですけども、これを例として考えましょうと。で、なんか紫の数値が書いてあるんですけども、まあ見えないかもしれない。で、どういう数値が書いてるかというと、えっと頂点の上に何か数値が書いてあります。で、これは各頂点に対する先ほどのこの Y の値ですね。頂点 V の上に YV って値があるんですけども、まあ、それがこの書いてあると。頂点のそばに紫で。で、か各個の上にですね、この四角で囲んであるこの紫の数値があるんですけども、これは各個 A に対してこの ZA、 という値を書いていると思ってください。で、まあ、これはある計算法によって、なんか得られた、この送対問題の最適解の一つだと思ってください。ということになります。で、ここからですね、その、えっと、この、えっと、容量最小の ST カットに関する情報を抜き出そうと思うんですけども、どうやってやるのかっていうと、 えっと、こんな感じでやりますと。何かっていうと、今ですね、この L っていう数値を0から1までこう動かしていきましたことを考えると。で、まあ、何かっていうと、初めこの L は0ですよというふうに思うんですけども、その時には、これ今 L0 なんですけども、その時には、えっと、そうか。ま、ちゃんと言いたかった。何を考えるかっていうと、この個、各個ですね、各個の長さをこの Z だと思います。 例えばこの、えっ、ー、と、一番目ですね。これはだから8分の1というなんか長さを持っている子だと思いましょうというふうにします。で、そうするとですね、各頂点に対して、この子を通っていってですね、えっ、ー、と、どれだけの長さでいけるのかっていう、その最短度の長さというものが決まります。例えば、えっ、ー、と、書けなかった。これですね。この、えっ、ー、と、右のこの頂点を見るとですね、まあ、ここに至る経路、これが3通りあるんですけども、3通りあると。 で、そうすると、それぞれの、これ、長さが決まります。例えば、これ一番上のものはですね、8分の、8分の1たす、8分の1たす、8分の3で、これ8分の5っていう長さを持っていると、こういうふうにこう思うわけです。8分の5っていう長さを持っていると思う。で、えっと、この真ん中のもの、この、ま、曲がっているもの、これは8分の1たす、2分の1たす0で、さあ、これは、あ、これも8分の5ですね。 もこれ、これ全部8分の5かもしれませんね。あ、これ、これ全部八分の五ですね。あんまり、あの、例々としてよろしくなかったかもしれませんけども、これ8分の5です。ということで、えっと、この右、この今、あの注目している頂点までの S からの最短距離の長さっていうのが、ここからですね、S, <laughs> <S, S からの最短路の長さっていうのが8分の5になるという形になります。で、その、L を0から 1, 1にこう動かしていくんですけども、その L、 という数値で、どこの頂点まで S から行けるのかっていうことを全部その、あの、囲っていきます。で例えばその S が今0だったら、S から距離0で行けるのは、まあ、S だけという形になると。で、で例えばその L を八分の一までこう動かすと、この右隣の頂点がこの、含まれていくという形で、どん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 この距離 L で行ける頂点の集合っていうのが大きくなっていきます。 で、またこの L を大きくしていって、例えばこの4分の1まで大きくすると、この上の頂点3つ分が全部こう含まれるようになるという形になってきます。で、どん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 こう L を大きくしていくと、その含まれる頂点というのはどんどんこう含まれあの、多くなってくることになります。で、最終的に今この、えっと、右下の隅がこれ T という頂点なんですけども、ここの距離が実は S から行くとこれ1になっていて、L が1になると、この全ての頂点に行けるようになりますと。 いう形になるわけです。で、今ですね、何を見るかっていうと、この L が0から1までこう動かすんだけども、1になるちょっと手前まで動かすことをします。で、そうすると、そ、そこまでに得られてきた、この、膨らみ方ですね。膨らみ方の、あの、を見ると、これ、あの、直ってません。あの、手元では直ってなくて、コメントいただいて、えっと、エブ、エブ上では直ってるんですけども、ここは青くで、こんな形になっていて、えっと、 そのようなプロセスこの L を大きくしていくってこのプロセスを経ると、えっと、ここに書いてあるようなですね、えっと、この場合は、えっと、7種類のこの、なんか集合、頂点集合が得られるという形になります。で、これらはどれも ST カットになっています。ST カットって何だったかっていうと、この S という頂点を含み T という頂点を含まないような頂点部分集合だったわけです。で、先ほど見た通り、この L をちょうど1にしたときに初めてこの T が含まれるのでそ1、えっと、L を1にする直前のところまでで止めると、 ちゃんと s t カットを得られるという形になります。で、この例においては、この7個の s t カットがあるんですけども、その s t カットの容量、つまりその緑色の部分が出ていっているこの容量の輪を見ると、これどれも5になってます。同じになってます。で、実は、これが容量最小の s t カット、つまり最小の容量というのは5になっているということがわかるっていう仕組みになってます。か何かっていうと、このように、s、L を動かしていって得られた ST カットはどれも容量最小の ST カットです。ってことを今から見ていきます。が、えっと、それをやるんですけども、実は、えっと、それちょっと、ま、大変ではなくて、それを言うにはちょっと、ワンステップいるので、えっと、そのワンステップ手前で止めるために、今からやるのは何かっていうと、この7個の、えっと、ST カットの中のどれか1つが容量は最小の ST カットです。ってことを言います。 で、実は、ま、その事実から、この全てが最小要領のイステて方になるとが言えるんだけども、まあ、その最後のステップはやんない。ってことにします。で、それをやっていきます。っていうのが今からの流れで、もう10分ぐらい経っているっていうのは怖いんですけども、それをやっていくと。で、じゃあ実際に、あの、今の言ったことをちょっともう少し一般的に言います。今、こう、 交通問題があった時に、そう Y が書かれるもの、Z の部分が Z スタート書かれるものを今持ってきます。で、この、あの、この四角で書かれているのはこの Z の方です。で、今からもう Y の方はほぼ見ないんですけども、Z の方だけ見ていきます。ほぼ、ほぼそう見,見ます。で、何をするかっていうと、これですね。えっ、ー、と、各頂点に対してこの DV っていう数値を割り当てます。で、これは先ほどの言ったものとなっていて、何かっていうと、S から V への最短の頂ですと。 で、この時に、各この長さは、この、えっと、A に対する Z の値。だから、今、Z スターって書いてあるので、Z スター A ですね。だと思って、これを、A の長さだと思って、最短の長を考えます。で、まあ、今、ここにオレンジって書いてあるものは、その DV っていう、その最短の長を書いていると思ってください。ということになります。で、何をやるかっていうと、えっと、あ、まずこの時に、まず性質1ってなります。だから、性質ちょっと 4, 4つ紹介する必要があるんですけども、けどもまず性質1、これ見ます。何かっていうと、えっと、UV っていう個、 があったら、この DV と DU、V までの距離と U までの距離っていうのを比べたら、えっと DV が DU プラス Z スター UV 以下になるっていうことがわかります。これ割と簡単にその距離の性質からわかって、なんでかっていうと、今この S からスタートして V に行くまでの,この最短度の長さが DV なわけです。DV なわけです。で、これはまあなんかそ、そういうその最短度ど,どこにあるかわかりません。けども、どっかにあってその距離が DV になっている。 長さ DV になっているということは分かっていますで。一方で、この、D、V に行くには他の方法もあり得て、どういう方法かっていうと、一旦まず U に行きます。U に行ってから、この UV って今ここがあるっていうふうに言ってますから、それを使って V に行くっていう方法もあるわけです。で、その、そのような方法をとって、えっと、V に行こうとすると、どれだけの距離がかかるかっていうと、S から U に行くにはまず DU だけかかります。で、そこから U から V に、 えっと、向かってる子を渡っていくんだけども、その長さは、えっと、Z スター UV になってるというふうに言ったわけです。つまり、V に行くのに D U、DU プラス Z スター UV だけ費やせばいけますよってことが、これで保証されるわけです。だけども、最短の長さは DV だって言ってるんだから、DV っていうのは、今作った別の経路の長さ以下になるということは必ず成り立つわけです。だから、そういうその距離の性質から、この不等式が成り立つということが言えます。いいですかで、これ後で使うと。 はい。で、まあ、このようにして、この長さというか、この DV っていう、この、あの、最短路長を,を考えていくんですけども、先ほどおっしたやったのは何だったかというと、あ、すみません。流れが分かってないです。すみません。ちょっと、先週のことなので、さっき復習したんですけども、もう復習したことも忘れているということでいけませんが、もう一つケースがあります。何かっていうと、DT、T までの距離は必ず1以上です。なぜかというと、今、こう S から T までの、この最短の1個持ってきましょうと。ま、あこれ、まあ、あの、 ま、記号は何でもいいんだけども、ま、はじめの頂点、これ V0、V1、V2、点点点とか VK まであるとしましょうと。だからそのなんか稽古の項を経て S か T に行くような最短度があるとします。で、V0 は S に等しくって、V0 は S に等しくって、VK が T に等しいというふうに思いましょう。というのが、ここにに書いてあります。で、この時に、じゃ DT は何なのかっていうと、この最短度に沿って、この Z スターの値を足していったものです。 だから、えっと、まず V0V1 って子があるので、その上の Z スターの値。V1V2 って子を通るので、その上の Z スターの値。っていうものを足して最後のところは、ZK-1、違うね。VK-1VK。で、この上の Z スターの後で足したものになるということになります。で、この制約を、えっと、Z スターと Y スターにたしますから、あ、Y 使ってますね。<laughs> 満たしますので、えっと、この Z スター V0V1 っていうのは下から、 yv0 スターマイナス yv1 スターで抑えられます。この制約から。ですかね。で、同じように、まあ、このすべての項が、例えばこの z スター vk マイナス 1vk っていうのは、下から、これはスターが抜けてますね。えっと、すいません。スター抜けてますけども、えっと、y スター vk マイナス1マイナス y スター vk で抑えられるという形になります。 そうすると、今、ここにたくさん、この、あの、項が出てきてるんですけども、項が出てきてるんですけども、えっと、例えば、この y、v、y スター v1 っていうのはこれ2つあって、これ複合違う、違うのにこれ、これ消えます。なぜこれたくさんの項がこ,これ消えてきます。真ん中の中でこれ全部これ消えてきます。で、残るのは、この y スター V v0 と y スター vk だけになります。で、v0 っていうのは今 S だったので、 この、えっと、y スター v0 っていうのは、これ y スター s です。で、y s, その、えっと、s における、その、y の値というのは、これ、必ず1なので、この y スター v0 は1になる。というとわかると。で、同じように、vk は t s から y スター vk は、ここの制約というか、そうですね。から、0になるとわかると。いうことになります。1-0は1になると。つまり、dt は1以上です。ということが言えると。ということになります。つまり、先ほど言った通り、その、L を0から1乗って、 直前まで動かすんですけども、それによって t が含まれることはないということが、この性質にからわかります。ということで何をするかっていうと、この0以上1未満の L を任意にとってくると、来た時に、距離が L 以下となるような頂点を全部集めてきて、集合を作りましょう。dv が L 以下となるような v を全部集めて集合を作ります。頂点部分集合を作ります。でそうすると、これ先ほど言った通り、えっと、 S, S までの距離は必ず0。T までの距離は1以下の頂点を全部集めてくると S を含み T を含まないような頂点部分集合が作れます。でそれは定義から ST カットになるということになるわけです。いいですかということで、まあこれ任意ですね。任意に2その0以上1未満の L を取ってくれば距離が L 以下。 の頂点を集めると必ずジェシティカットになるということがわかるということになります。さて、で今から何をするかっていうと、えっと、そのようにしたこの そのようにして L という値を決めると、そこから ST カット SL というのは作られるんですけども、そこからこの問題の許容解を作ります。で、どうやってするのかっていうと、前回ちょっとやったんですけども、ST カットがあったらそこから許容解を作るっていうなんかあの方法がありました。で、同じことをしてます。なんだったかというと、これ SL っていうのは頂点部分集合なんですけども、その部分集合に入っている頂点 V に対しては Y の値を1にしましょうと。で、そうじゃなかったら0にしましょうという形で、この Y の方を作ります。で、Z の方はどういうふうに作ったかっていうと、この SL、 っていう ST カットから出ていっている子に対しては1。そうじゃない子に対しては0。いう形で値をつけましょうというふうに、前回実はやってるんですけども、それと同じつい方をここではしています。で、このようにすると必ず境界が得られるっていうのは前回やってることなので、まあそれを見てもらうと、これがこの相追問題の境界になるってことがわかります。今から言うのは何かっていうと、この SL の目的関数値が実は小さいですよ <laughs> ということを言う。 ある L に対して、この目的関数値が小さくなりましょうってことを言います。で、前回ちょっとやったことを思い出すと、このようにして作った、えっと、境界の目的関数値。目的関数値。っていうのが実は、この、えっと、ST カットの容量と等しい形になっていま なっていたんだってことが、まあ実は前回言ってるんですけども、まあそれなんだったか、なんでかってことはちょっとここでは言わずに、そういう事実があったことだけをまず思い出すということにします。で、これを使っていきます。で、今から何をするかっていうと、このようにしてこの s t カット SL っていうのを作ったんですけども、ある L に対しては、この SL が容量最小の s t カットになるんだってことを言います。で、そのためにどうするかっていうと、ここが、 割と私の好きなトリックなんですけども、この L っていうのを一応分布に従って選びます。で、ここでですね、突然乱数を使うっていうのが、ちょっとこの、味があるところで、私こういうの好きなんですけども、私割と確率好きで、こういうことやりがちなんですけども、で、こういうことは実は割と、見直し最適化ではよくやる。ので、突然、確率出てきて困ったなとかっていうふうに言わないで、これは普通のことなので、普通のことやります。で、この、えっと、これ今、まあ、あの、 区間なので、これちゃんと、あ、これ、えっ、ー、と、誘拐な区間なので、ちゃんと一応分布存在します。から、それに従って選んでくると。で、そういうふうに選ばれた L を使って SL を作るってことをします。でそうすると、この SL 自,自身は確率的に決まるんだけども、何が言えるのかっていうと、えっ、ー、と、この SL のに対する目的関数値が小さいってことが、あ期待値が小さいいうことが言えます。で、それは性質4なんですけども、その前に、 まず、それを使う,いうためにこの性質3を言います。何かっていうと、今、このようにその確率的に SL 作られるんですけども、この SL から、えっと、ちゃんと順番に言いますね。人間の子 UV が、この SL から出ていく子になる確率っていうのが、この Z スター UV で上から抑えられます。これを言います。で、これは分かれば簡単なんだけども、なんかこういう、まず、なんか、 こんな式見たくなかったっていうふうに言われるかもしれませんけれども、先ほど言った通り、こういうのは当たり前だからやるんです。で、なんでこれ正しいかえっと、まあ、計算すればよろしいと。えっと、今ここに書かれている確率、これ何なのかっていうと、これは UV という子が SL という ST カットから出ていっている子になっていることを表しているという事象なので、ここは、ま、その事象を書き換えると、U という、この、こっち側ですね、こっち側の頂点が SL に入っていて、この、 V っていうこの終点の方が SL に入ってないという、えっ、ー、と、事象です。これ同じ事象です。SUV はそもそもこだから。で、そうすると今 L を、えっ、ー、と SL どうやって作っていたかっていうと、L という値をまあ一応ランダムに選んで、その、えっ、ー、と、L、んえっ、ー、と、頂点までの距離が L 以下かそうじゃないかっていうことによって、この SL に入れるかどうかってことを決めていたわけです。 だから、u が sl に入ってるのはどういうことかっていうと、u までの距離 du が l 以下になっているってことと同じです。同じ事象です。で、v が sl に入っていないっていうのは、v までの距離が l よりも大きくなっているって、そういう事象になってるわけです。だから、この l という、こを選ばれた、この乱数が du と dv の間に入ってますよっていう確率を考えればよろしいってことになります。で、今ですね、場合は機があって。<laughs> えっと、まずですね、えっと, D と D、DU と DV を比べたときに DU が大きい場合、そうするとこの実証、これ、えっと、空辞書ってになります。これを満たすような L 存在しないことになります。だからこの確率ゼロです。で、そうすると、えっと、相通問題の皮膚制約があったので、この Z スターよ b っいう必ずゼロ以上だと分かってますから、欲しかった不等式はこの流れから入れるということになります。 で、これは du が dv も大きい場合です。じゃあ一方でそうじゃなくて du が dv 以下の場合はどうでしょうと考えます。で、そうすると、その時にはどんな感じになってるかっていうと、ちょっとまたこれ倍分けがあって、えっと、まずまあ、だか du は dv 以下なんで、こういうなんか数直線を書くと du と dv を比べたら dv の方が右にあるって形になってるわけです。でも dv はまあ一位も大きいかもしれないわけですね。で、今、l を0から1までの かかの中から選んだら、その L が DU から DV の間に入ってます。ってことを言いたいんだけども、これを今一応分布に従って選んでるので、えっと、例えば DV が1未満の場合には、えっと、この L が DU から DV の間に入ってますっていう確率は、この DU と DV の間のこの線分の長さと等しいです。でその場合は、これは DV-DU になります。書けるかな dv-du。この長さがね。で、一方で dv は一応よりも大きいかもしれない,な,ないんですけども、その時には、えっと、l を一応分布から選んで、この du と dv の間に l が入ってるっていう、えっと、確率は、この du から1までの長さになるということになります。で、それは、えっと、長さは 1-du になると。 ということになります。で、これは、その DV が一よりも大きいか大きくないかで、まあ、変わってくるんだけども、どちらにおいても、えっと、これ一一は D、えっと、右の場合、右の場合は、1が DV 以上になっているので、1マイナス DU っていうのは、これ DV マイナス DU 以下になっています。だから、どちらであっても、えっと、この確率っていうのは、これですね、えっと D v、DV マイナス DU 以下になります。ですか で、性質1っていうのがあって何だったかっていうと、こういう図だったんですけども、えっと、dv っていうのは du プラス z スター uv 以下っていう式があったので、それを使うと dv-du は z スター uv 以下になるということが言えます。ということで、この場合にも欲しかった不等式言えましたということになります。いいですかまあこれ、まあ冷静になればわかる。 ので、えっと、まあ、冷静にやるということで、まあ、今、冷静にやったつもりでいるんですけども、そういうことになります。はい。で、これを使ってですね、先ほどちょっと言った、こ性質4を、ちょっと、言います。何かというと、この中身ですね。これ確率変数なんですけども、その L を一応分布に従って選ぶと、SL っていうのは構成できて、その SL から、えっと、協会が作られました。で、その作った協会、 に対する目的関数値です。が、この中に入ってます。作った境界の目的関数値。だから、これは、えっと、乱数を使って作ってるので、確率変数になってるんですけども、その期待値を考えます。その期待値が右辺以下ですよ、と。 言ってます。で、右辺何なのかっていうと、この ZA スターに UA をかけて足したもの。で、これは、えっと、ZA スターっていうのが最適解だったので、これ目的、えっと、この相通問題の最適値がこの右辺に来てます。だから何を言ってるかっていうと、この乱数を使って作った許容解の目的関数値の期待値は相通問題の最適値以下になるってことが今,今から言いたいことです。で、これは先ほどの性質3っていうのを示していれば簡単にわかります。 で、どう簡単にわかるか。やりますと。えっ、ー、と、証明しましょうと。まずこれ、期待値の線形性を使うと、ランダムに選ばれているのは、この ZAL っていうものだけなので、その他のも部分は全部、こう外に出ます。期待値の。で、じゃあこれ ZAL って何でしょうと思い出すと。ZAL は、ZAL 何だったかっていうと、これは0か1なんです。で、いつ1だったかっていうと、これは、えっ、ー、と、今 AA っていうのが、 あ、すいません。えっと、A って、これ、これ、これ、なんですけども、A が、えっと、その、えっと、SD カットから出ていく子だったら1。で、そうじゃなかったら0って、こういう形だったわけです。だから、えっと、そうすると、この、あ、この中身ですね。ってことは、この期待値。この期待値そのものは、えっと、この、えっと、A っていうのが、えっと、この SL っていう、 ST カットから出てこうになっている確率と等しいです。1かけるこれプラス0かける何とかっていうのはこの期待値ですから、そうなるこういうふうになるということですね。で、この確率も我々これ知ってるわけです。知らないけども上,上から押さえることができるわけです。先ほどの性質さんから。なんだったかっていうと、これは上から、えっと、ZA s t ー r で押さえられるということを先ほど言ったわけです。で、おしまいです。 この不等式出てきたと。よろしいですかってことで、今、ランダムに作った、境界の目的関数値の期待値は、最適値以下になるっていうことが言えました。で、気づいてほしいんですけど、も、平均が何とか以下だっていうふうに言ってるんだから、このサンプルの中に、サンプルの中どこかには、この値以下の値を持ってるものが必ず存在します。 当たり前のこと言ってるんですけども。だから、何でかっていうと、ある L に対して、この期待との中身っていうのは、送注問題の最適値以下になってます。いいですかね。つまり、ある L に対して、この中身が、送注問題の最適値以下になっていて、しかもこの中で作ってるのは、境界なんだから、その境界は最適化になってます。 わかりますかねある協会が存在して、その協会の目的関数値が最適値以下だって言ってるんだから、その協会がは最適解です。で、その目的関数値っていうのは先ほど言った通り、今対応する ST カットの、えっと、容量として書けるので、つまり、これですね、相通問題の最適解の中には、ST カットから作られるものがあり、相通問題の最適値が ST カットの容量の最小値になるということが、これで言えるわけです。 手続きとしては、なんか、そう問題の最適解があったら、先ほどの L をランダムに選ぶっていうことをやります。で、そうすると、まあ、そこ、その期待値を考えれば、えっと、そう、えっと、これですね、その、えっと、最小容量の ST カットが得られるっていうことになりますし、ランダムに得られたくなかったら L を0から1までずっと動かすと。そうすると、なんかたくさん ST カットが得られるかもしれないんだけども、その中に必ず、 えっと、最小容量を持つ SD カットが存在するということになります。で実際は、どの L を選んでも得られるものが最小 SD カットになっているんだけども、まあ、それは、ここでは言わないということにしてます。いいでしょうか。ということで、前回残したところをやったつもりで、まあ、だいたい20分くらいかかったということになりますね。よろしいでしょうか。あちょっと急いだのは、 徐々承知なんだけども、こんなに時間かかるんだったら、ちょっと別の動画にしておけばよかったっていうふうな気もしたんだけども、まあ、重要なこともあったので、えっと、ここでお伝えしました。はい。で、これで前回残したところを終わりにします。よろしいですかまあ、難しかったとは思うんですけども、ちょっとこれ割とあの、国せ最適化の重要な議論の方法が入っていたので、ちょっとご紹介したかったということになります。はい。で、えっと、今日の内容に入っていきたいと思います。 で、今日やるのは先ほど言った、その増加動法に工夫を加えましょうっていう話になります。で、まずちょっと、えっ、ー、と、これ、エドモンズ科学のアルゴリズムって名前がついてるんですけども、なんかこういうふうに、あの、人の名前をつけるってことをよくこの最適化とか、アルゴリズムの分野っていうのは行ったりして、まあ、いいかどうかっていう、えっ、ー、と、 判断はちょっと別にするんですけども、問題はですね、エドモンズカープのアルゴリズムといって、それが一つのものを指すかどうかってことは分からない。この、これ二人なんですけども、二人がたくさんのアルゴリズムを提案していったら、こういうふうに名前を付けることによって、何を指すか分かんないっていうことがあります。 なんか皆さん、あの、ダイクストラのアルゴリズムっていう風な名前を聞いたことあると思うんですけども、ダイクストラってこれ一人なんですけども、ダイクストラっていう人はたくさんアルゴリズムを提案しています。だからダイクストラのアルゴリズムと言ったこと、いうことによって、それが最短の問題を解くアルゴリズムを指すとは限らないはずなのに、勝手に一人とはそういうふうに思っているというのは非常によろしくありません。が、ここではある特定のアルゴリズムを指してどう、どもー使うアルゴリズムと呼びます。で、まあ一応これ人名なので、まあ一応あの、 あとでちょっと写真をお見せしますけども、えっと、その、ま、工夫をするって話を今日はします。で、どういう工夫かっていうのは、これは非常に簡単です。一言で言います。あとで一言で言います。で、それをすることによって、必ず増加動向が停止するようになります。で、その証明が割と大変。なので、それをちゃんとしたい。で、表示に終わんないかもしれないことを、毎回繰り返してると、毎回こんな感じになって、繰り越し繰り越しになってくるのよろしくありませんが、できる限り今日で終わらせたいと思います。で、止まるので、 その止まるまでにどれぐらい時間かかりますかって話もちゃんとしたいんですけども、多分これは今日収まらないです。<laughs> 収まらないです。の、ま、で、まあこれは次回にしようかなと思います。で、まあ頑張って止まるっていう証明はしたいと思います。で、止まれば、前回最後にやった最大流最小カット定理っていうのが増加同法の枠組みだけで言えるってことになるので、それをやりたいということになります。で、まあこの二人が、ジャック・エド・モンスト・リチャード・カープ。私の理解した限りはご存命なんですけども、 えっと、どちらも、あの、すごく、まあ、有名な研究者って言い方すると失礼ですね。なんか、人を指してこの人有名ですかっていうのをうのはあんまり、この場所ないと思いますけども、あの、高名な、えっと、研究者です。はい。 で、えー、っと、何をやるんだったかっていうと、まずちょっと増加動法の復習をしましょう。で増加動法っていうのはなんか補助ネットワークというものを考えてやるんだったということをまず思い出す。な、うん何だったかっていうと、えー、っと、今、なんか ST 流が得られていたら、その ST 流からなんか別のネットワークを作りますというのが話でした。で、どうやって作るんだったかっていうと、この上に、あその UA という要領を持つこの上に FA という、えー、っと、流れがあったとすると、 その子に対して、えっと、順向きの子と逆向きの子っていうのを用意してあげましょうということを、このネットワークで言りましたと。で、気分は何だったかっていうと、今流れている量からどれだけ余分に流せますかっていうのを、このような順向きの子と逆向きの子に書きますということを言ってました。で、今、UA の容量のところに FA だけ流れているので、順向きのところには UA-FA だけまだ余分に。 流せます。というふうな気分で、じゃあ何なのかっていうと、今流れている量をどれだけ戻せますかってことを考える。でそうすると FA だけの流れているので、戻せる量は FA だけです。という形になって、逆向きのこの容量を FA とします。ということにします。ただし、これらの量がゼロになる場合は書かない。ということが、まあ、重要になります。はい。で、何、何を増加動法で行っていたかというと、この増加動っていうのを見つけると、増加動は何かっていうと、この補助ネットワークにおいて S から T に向かっていくような道です。 st 道ですで。そういうものがあったら、えっと、その、えっと、道の上の容量の最小値を見ます。で、その最小値の分だけ流すことをします。で、この場合は、今、えっと、s から v1, v4, t に向かって、えっと、増加道っていうものがあるんだけども、容量を順番に見ると、1、3、1。なので、最小値1です。だから、このミンチって1だけ流すってことをすると、1だけ元々あった st 流の値が増加します。で、そまあ、そういう、まあ、一応、こう、増加操作というふうに今後言うことにします。p に沿って、えっと、st 流を増加させるというような表現をします。はい。で、そうすると、値が1だけ増えたようなものができると。で、これを繰り返すのは増加動法というものです。で、こうですね。えっと、まず、まあ、22の st 流から始めていいんですけども、その増加度がある限り、増加度を見つけて、それに沿って増加させると。で、増加度がなくなったらおしまい。 っていうのが増加動法だったということです。で、増加動法で逃げる,ることは何だったかっていうのが第2回の授業でやったことで何だったかというと、ちょっといや、これやんないで。何だったかというと、えっと、まず、あ、そう、第2回のところに行ったのは、えっと、最大 s が存在することと増加動が存在しないってことが、えっと、同値であるってことを言った。だから増加動が存在しないところで止めれば、えっと、その時点で最大流が得られているっていうことが補証されます。ってことを言ったと。 で特にっていうのは、実はこれは第2回では言ってない,ないんだけど,けども、最大に ST 流が存在すれば、この最大 ST 流と、えっと、その時の、えっと、補助ネットワークの状況を見ることによって、最小容量の ST カットっていうのが得られます。で、その値と容量が等しいってことまで言えるってことが、実は第2回の、えっと、授業の内容をじっと見るとわかるんですけども、まあ、その上はちょっと第2回のように言わなかったことであって、ちょっとここで補足します。 増加動画存在しないところまで行っていれば、その時の ST カットからこれが言えるということになります。で、問題は何だったかっていうと、先ほどの増加動法が止まるかどうかわかんないということだったわけです。だけども、まあ、止まれば、その時に得られているものが最大 ST になってことは、一応この上の最適性条件から言えるということになっていったわけです。で、止まらないかもしれないから工夫が必要ですっていうのは今日の話です。はい。で、えー、っと、今からその工夫を一言で言います。 で、もう、あの、本質はこれでおしまいに <laughs> なります。で、工夫は何なのか。えっと、必ずこの数が最小の増加度を選ぶ。以上です。何を言ってるかというと、今、まあ、このような状況。今、これ、まあ、何も流れてない,ないので、えっと、フジネットワークは元々のネットワークそのものが書かれてるんですけども、ここで今から、この S から T に向かっていくような道を考えます。えそれ、たくさんあります。この場合、たくさんこれ全部書いてたんですけども、色が違うもの全部書いていて、5個あります。 例えば S から V1V、S から v v 2 t に向かっていくもの。これこの数3です。1、2、3と。3ステップで T までいけると。で他にも S から V3V4T っ,っていくもの。これもこの数3です。S から V4V2T っていくもの。これもこの数これ3です。だけども S から V4VT っていくものがあって、これこの数これ2なんですね。ということで、この数が最小の増加度この場合は、 この sv4t と向かっていくものです。で、これを必ず使ってきます。その増加操作をするときに。この数が最小のものがたくさんある場合がありますけども、その場合はどれを使ってもいいです。けども、それがそのこの数最小のものになってなくてはいけないっていうのが重要です。で、この場合今の S、sv4t っていう増加度を使って増加します、させますで。そうすると、今、 2だけ増加させ、して、こんな形のエスティールが得られます。で、補助ネットワーク変わります。対応して。で、そうすると、また、えっと、この数は最小の増加度を、このネットワークで選びます。で、そうすると、これ多分、どれでしょうね。うん。ま、いろいろと、これたくさんあるんですも例えばこれ選びましょうと。で、えっと、この、この場合はですね、この数が2の増加度がないってことが分かって、この数3のものを選ぶという形になります。で、これで増加させさせる。 で、これで繰り返すと。で、えっ、ー、と、これ今止まって、もう、この今この状況で S から T に向かっていく状況がないので、ここで止まります。で、おしまい。これがエドモンズタープのアルゴリズムです。ですね。この数が必ず一番小さいものを選ぶ。これだけ。です。はい。だから、まあ、書くとこういうアルゴリズムですね。 えっと、な変わってんのどっちかどっかっていうと、この使う増加度が必ずこのこの数最小のものになってますよっていうことだけが重要です。それだけ。エドモンズ・カープのアルゴリズムは増加度法の一種です。増加度を見つけて増加させていくっていう枠組みは変わらない。だけどもその増加度の選び方に制限をつけてるっていうところが重要です。だから、ま、提出すれば、 その時の出力が必ず最大 ST、L、になるっていうのは先ほどの復習の話から分かるということになります。だから問題、今から言いたいことは、このこれ必ず停止するってことです。で、えっと、第2回の補足動画のところで、増加の方法止まらない例っていうのは実はあったのですけども、まあそれは授業ではやってなくて動画にしかなってなくて、まあこれこういう例なんですけども、まあこれで実際にやってみると、これもやっぱり止まります。えっと、あ、だから、えっと、これに対してエドモンスカープのアルゴリズムを適用すると、これちゃんと止まります。で、実際やってみると。で、今この状況の、 から始めて、まあ何も流れてないところから始めるんですけども、えっと、長さが最小の、えっと、このはず最小の増加道は、えっと、こんな感じの長さ2のものがあるので、それを使うと、まず、えっと、これ4だけ流れます。で、次はこれかなこれ流、そって流すと、また4だけ流れます。で、今この状況の、えっと、なんだっけ、トネットワークがあるんですけども、ここで S から T に向かっていく増加道、これ1個しかなくて、 これですね。真ん中のところしかなくって。で、これ通すと、石だけ流れます。で、そうすると、今このような補助ネットワークがあるんですけども、ここはもう S から T に向かっていくような増加度ないので、停止すると。だから、なんか増加度を変に選ぶと、この例では止まらないんですけども、今言ったみたいに、この数が最小のものをずっと選び続けるってことをすると、これちゃんと止まります。不思議ですね、ということなんですけども、なんで止まるのかってことを今から証明していくっていうのが後半の話で、 終わるかな。まあ、頑張ってやっていきたいと思うんですけども、それやっていきたいというのが、今からの話で、で、この、えっと、後半はこの停止性の話をしていこうと思います。はい。では、えっと、30分じゃなくて、3分、<laughs> 30分休憩して3分休憩して、その後、この停止性の話をしていこうと思います。じゃあ、3分休憩します。えっと、みません。じゃ休憩の間、ちょっと、えっと、換気をお願いします。

あいあはい。では、えっ、ー、と、再開したいと思います。あ、換気の方ありがとうございました。はい。それでですね、えっ、ー、と、今、その、この数最小の増加度をずっと選び続けましょうと。で、それだけで停止することになるっていうのが、なんか毎回毎回なんか、あの、オカルトとか怖いとかって言ってるかもしれませんけども、まあ、本当にそうなんですよね。えっ、ー、と、なんでこれをする。 によってあのっっててたのかっていうことも、えっとも気分をお伝えするこんな感じになってます。えっと、何かというと、先ほどの例では、まあ、こういう4回この増加操作っていうのを行ったんですけども、この使われた増加度のこの数をずっと見てきます。で、はめは、この数2のものが選ばれたんですけども、次はこの数3のもの。で、最後はこの数4のものが選ばれている形になっていました。で、一般的に言えるのは、このように選ばれるこの数、 すいません。選ばれた増加度のこの数っていうのは必ず非現象になります。増、えっと、減少することはない。っていうことが言えます。しかも、まあ、おなこのイコールなことはあるんだけども、ずっとイコールが続き続けること、つづず、イコールであることがずっと続くってこともないです。どこかで必ず上がります。具体的には、 あ、具体的にの前に。えっと、で、えっと、今から証明をしていくんだけども、えっと、記号として、まあ順番にこの増加させるときに、えっと、なんだろう。えっと、えっと、初めの増加の時に使う、えっと、増加度が P1、次は P2 とかっこんな形で書くことにします。で、えっと、考えている、えっと、STU は F1、F2、F3 と、こんな形で書いていくということにします。で、その時の、えっと、 補助トネットワークは GF1、GF2、GF3 と、こんな形になっていくというふうな、えっと、記号を使っていきます。で、そういう記号を使うっていうもとで、何が言えるのかというと、こういうことが言えます。で、これを今から証明していきます。何かっていうと、その、えー、っと、選ばれた増加度が、その、だから、ま、あ変回目の反復では、こう、PI っていう増加度が選ばれるんだけども、PI のこの数と PI プラス1、その次の反復におけるこの数を比べると、この数は減りませんと。 増加するかもしれないし、同じかもしれないけども、減りはしない。で、何かっていうと、この添え字がですね、この数分だけ増えたとき、i から i プラス a の要素数。これ、だから a の要素数これ、これ、この数です。この総数です。それだけ増えると、必ず増加します。使われる、この数が。だから、ずっとこの数が同じであり続けるってことはなくって、この総数分ぐらい、 反復続けると必ず増加度が使うこの数が大きくなります。で、これによって必ず止まるということが言えます。なぜか。言いますね。もうここでおしまいですね。エドモンズカープのアルゴリズムは、たかだか、頂点数×この数、単位の反復で停止します。 これ、そこは先ほどの個数の単調性から直ちにわかります。もう、あの、論文とか教科書にはこうい直ちにとか書いてなくて、直ちって何だとか、んでもそわかります。で、何でわかるか今から説明します。えっと、じゃあ、これ、この回数で終わらないとしましょう。なんかその、んか V かける A プラス1回の反復が行われるとします。 で、そうすると、まず重要なのは何かっていうと、増加道っていうのは頑張ってもすべての頂点を巡っていって S から P に到達するので、その中で使われているこの数っていうのは多くても頂点数マイナス1です。だから、この VA プラス1回目の反復があったとしても、その時に使われる、えっと、増加道のこの数っていうのは、えっと、頂点数マイナス1以下なわけです。で、先ほど言ったみたいに、この数だけ、 反復を繰り返すと必ず、えっと、増加度が使うこの数が増えるので、逆に、えっと、この回数、この数分だけ、この反復を戻ると、つまり頂点数引く1かけるこの数、プラス1回目の反復における増加度のこの数っていうのは、この前のところのこの数よりも必ず真に小さいです。だから、プラス1すると、まあ、イコール付きの不等号になると。 ということになるわけです。で、今ここにマイナス1がついてると。で、こう、これマイナス2にすると同じ論法で、このプラス1の部分がプラス2になって、イコール付きの不等号になるということになります。で、これを、この2が頂点数になるまで続けます。で、そうすると、ここの部分は、この前の部分がこれロになって消えて、プラス1だけ残ります。で、プラス何とかのところは頂点数になります。今、えー、っと、この数。 ま、これは、まあ、これ正だと思うんだけども、まあ、もしかしたらゼロかもしれないんで、まあ、ロのことはないと思いますけど、これ、これ,これ正なんで、まあ、これ、今、全体は、この頂点数以上になります。で、そうすると、ある量が、頂点数以上であり、頂点数マイナス1以下になるってことは、これあり得ないので、仮定が間違っていると。だから、頂点数かけるこの数、プラス1回の反復はありません。つまり、頂点数かけるこの数の反復でも終わってますと。ということになります。 いいですかだから、証明するのは2つで戻ると、これです。えっ、ー、と、この数はまず単調非現象であり、この数だけ繰り返すと必ず増える。この2つを証明してきます。これ別々に証明してきます。で、それをやればおしまい。で、この2つ別々に証明するんですけども、ちょっとこの2つはですね、これ、ここらが大変で、まあやっていくんですけども、じゃあそれをやっていきます。で、別々にやっていきます。で、じゃあ今、えっと、 F1 っていう ST 流とその次の F2 って ST 流のあるところを見ましょうと。で、えっと、まず、えっと、証明に向けて何を考えるかっていうと、次のような量を考えます。で、ここに書かれているのが、その、えっと、ST 流に対する補助ネットワークです。で、補助ネットワークにおいて何を考えるかっていうと、先ほどの前回やり残したところの証明でも出てきたようなことをやるんですけど、何かっていうと、S からの距離を考えます。 ただし、今は、承知問題考えてないので、この各個の長さは全部1だとします。で、0、この場合、0、1、2、1, 1、2っていうのは、この値がこれがついてると。距離として。で、一つ反復が進んだ時のものを見ると、どうなってるかっていうと、これはなんか、0、1、2、1、2、3と。んこんな形になってるということになります。で、何を見てほしいかっていうと、各頂点の上についてる距離です。例えば、V1 の上は、1、1、なってると。 V4 の上は1,2になっていると。こんな感じ。T の上は2,3になっていると。とということで、この距離を見ると、F1 から F2 に増加させた後では、必ず、どこの頂点の距離を見ても、非現象になっています。ということが一般的に言えます。この例ではそうなっているんですけども、それは一般的に言えます。ということを、次のページから証明していきます。で、記号としては、なんかこんなような形の記号を使っていくんですけども、これ何かっていうと、 今後はなんか d, あ、書けなかった。div とか言ったら、これは gfi における v までの距離を表すことにします。fi って何なんだかっていうと、その大 f 反じゃ大 i 反復にの時に持っているエ st 流です。はいで gfi はなんだかっていうと、fi から使われる補助ネットワークですね。だから、えっ、ー、と、ここの この1って値は、これは d に v 1と書かれると。F2 に対して D2。で、頂点が V1 と。こういうことですね。そういうふうに書くというふうに思ってください。で、証明するのは何かっていうと、この i が増えても、順番にます。2意の V に対して、i が増えても、この距離は減らないということです。それを証明しています。だから、こんな形になると。だから今、えっと、2意の頂点 V に対して、div と di プラス 1v と比べると、それが小さくならないと。 必ず非現象になりますだ、まあ。距離は単調に減らない。<laughs> 単調非現象。で、これを証明してきます。だこういう単調性があるっていうのはあの何においても嬉しいんですよね。何においてもってそういう気持ち皆さんないかもしれませんけども、単調性っていうのはすごく嬉しいあの性質であ、こういうものがあると。で、これはまあ頑張って証明する。で、これは割とややこしい。<laughs> なんか、これなんか、私なんかいろんな論文とかいろんな教科書を読んで、一番あ、あの、説明しやすいものを選ぼうと努力したんですけども、努力した結果がこれである。ということをまず認めてもらって、それが難しいんだいうことなんです。だから、えっと、すいませんが、それでやると。で、どうするか。えっと、配理法でやります。だから、ある部位とある愛において、この、えっと、不等語と逆の状況が起きている。ってことを仮定して、矛盾を導きます。 だから、ある V と I に対して、この逆のきの太号が成り立っていると仮定します。で、今から、えっと、入り法でやっていく。で、何なのかっていうと、この I の方は固定して、そういうのあると今仮定してるんだけども、I の方は固定して、その I において、これを満たす V の中で、この DI プラス 1V が一番小さいものをときます。そういうような V を考えます。この時点でややこしいんですけども、これは割と理算数学的な論法で割とあって、 もう頂点は有限個しかないから、この di プラス 1v が最初のものっていうのはこれ選べます。だからこれを満たすような v の中で di プラス 1v が最初のものを取ってきます。i は固定してます。はじめ、i を、まず、まずこういうような v と i があるということは、まず仮定して、そのような i を1個固定します。で、その固定した i の中で v を di プラス 1v が最初となるように選びます。もうこの時点でほぼもう破綻してるんですけども、ほでも言ってることは、あの、やりたいことに等しかたらしくて、まあそれをやると。 で、何をするかっていうと、今、この V に向かって、えっ、ー、と、その個数最小の道を取ると、その長さが、そのこの個の数が DI プラス1カッコ V になってるわけです。だからこうですね、か S から V になんか至るような、その個数最小の、えー、と道があって、その個の数が DI プラス1カッコ V になっているということです。 で、そのような個数最小の道を一つとって、その部員の一つ手前の頂点を U と書きましょうとします。で、この時に Diu と Di プラス 1u を比べると、だからこの U において、この GFi プラス1までの距離。これが今。あと、 その1個前の反復ですね。GFI における S から U までの距離を比べると、こういうその単調性があります。この向きの不等式が、えっと、されます。で、これ、これはなぜでしょうと。もしそうじゃないとすると、これは、えっと、DIU、えっと、DI プラス 1U と、こういうことになってしまうわけです。で、そうすると、この向きの不等式は、ここに書かれている不等式の向きとこれ同じなわけですね。 で、そうすると、今、d、えっと、この v を選ぶときに、ここで、v を選ぶときに di プラス1部は最小のものを取るっていうふうに言ってたんだけども、この v の代わりに u を選んでしまうと、同じ不等式が、えっと、満たされるのに u の方が s に近いわけです。だから矛盾してしまいます。この v の選び方に。だから、この不等式必ず成り立つということになります。これがですね、非常に理算数学的な論法で、 味わいがあると言えば味わいがあるんだけども、わかんないと言えばわかんない。でも、ま、これ正しい。だからこう、U においては、この不等式に成す立ということになります。で、これが、まあ、あの、ポイントになる。じゃあ、今ですね、UV が、このえ、えっと、GFI の方、この、1個前の、えっと、反復において、UV っていうのが、この、フォトネットワークに固として現れているとしましょうと。そうすると、これもまた矛盾します。なぜか、今ですね、えっと、この、 V までの距離を考えましょうと。V までの距離。で、今、えっと、U から V に、この GFI、FI に対する補助ネットワークにおいて個があるとすると、この、えっと、大 i ハー r の時に V までに行くまでにどういう経路があり得るかっていうと、S まで、あう S から U まで行ってから、その UV っていう個を使って V に行くっていうことができるようになります。つまり、V までの距離、この、えっと、左の図における V までの距離っていうのは、U までの距離プラス1以下になります。 これあの前回の授業の残りのところでやってるのとなんか、時にその整数といったものと同じような議論ですね。なります。で、今、上のところで示したことから、diu っていうのは di プラス 1u 以下です。だから、プラス1したものに対しても、この不等号がいられると。で、一方で、えっと、この右の方では、えっと、s から v までの最短路を取って、その一ステムが u でしたっていうふうに言っていたわけです。 だから、V までの最短度の距離、v, v までの最短の長さ、DI プラス 1V っていうのは S まで行ってプラス1と等しいわけです。この、この、えっと、v、U っていうのがその最短度の上にあるから。ということで、DIV は DI プラス 1V 以下になります。だけども元々 D D i、もともと DIV は DI プラス 1V よりも大きいというふうに選んでいたの私に矛盾するわけです。 つまり、これなぜかって、この、この過程が間違っていて、UV は、この、大 i 半分における個ではない、ということがわかります。だけども、UV っていうのは、もともと、その、あの、えっ、ー、と、U と V の間には個がある。ので、んでかっていうと、この、えっ、ー、と、大 i プラス1半分においては、U と V の間に個があるから。なので、えっ、ー、と、UV の向きに個がないとすると、その逆向きの個は必ずあるはずです。フォトネットワークには。 だから今、こういう状況になってます。えっと、もともと、えっと、大 i プラス1反復においては u から v に個があって、その前の反復では v から u に向かって個がある。こういう形になっている。ことがわかりました。あ、そうですね。補助ネットワークの構成法から vu は gfi の個である。ということがわかります。そうすると、今この pi、この gfi において、 なんじゃこりゃ ?VU は、この子、この子は個数最小の増加度 PI の子であるだろうことがわかります。なぜか。今から説明します。あ、なぜか説明なかった。びっくりした。じゃあ、これ、えっと、まずは説明します。なんでかっていうと、今、S から、えっと、えっと、これ、えっと、大愛反復においては、V から U に向かって子が向いてるわけです。 で、えっと、U から V には個がない、というふうに言ってました。だけども、一つ反復が進むと、U から V に向かって個ができているわけです。ってことは、増加動法の動きから何が起きてるかっていうと、この V から U に, U に向かっている個が、選ばれて、選ばれて選ばれて、増加動によって、増加動によって、選ばれてそ、その、えっと、増加操作を行うことによって、この V から U に向かっている個が反転させられてるわけです。でそういうことが起きてないと、 一反復後で U から V に向かっている子が付き合れるってことはありえません。だから、この大愛反復においては、この V から U に向かっている子は必ず選ばれているってことがわかるわけです。で、エドモンズ・カープのアルゴリズムでは、そのような増加度っていうのは、この数が最小の増加度になっている。というわけです。で、まあ、そのこの数最小の増加度を今、これ PI としましょう。とことにします。で、そうすると何がわかるかというと、あ、 図が書いてありましたね。こんな形になっていて、これを先に書けばよかった。こういうふうに、その PI というのがありますと。で、えっと、何がわかるかっていうと、U までの距離を考えましょうと。あえっと、大アイアハンプにおける。で、それは何かっていうと、えっと、最、えっとこ、この数が一番小さい増加度において、この PI から、PI では V を通って U に行ってるので、U までの距離っていうのは、あ、U までの最短度っていうのはかな、この PI のこの部分になってる。 ことになります。ので、えっと、u までの距離、この大愛反響と u までの距離っていうのは、v までの距離プラス1になっているということがわかります。で、前のページで div と di プラス 1v の間にはこういう関係があるっていうのを仮定してました。まあ、そのように v を選んでいた。ので div は di プラス 1v よりも大きいことになります。はい。で、えっと、 こっち側見ますね。こっち側見ると、えっと di プラス 1v っていうのは u まで行って v に行くのと同じだったってことなので di プラス 1u プラス1と di プラス 1v は等しいわけです。だから di1 プラス v を di プラス 1u に置き換えるとプラス1だったところはプラス2になるということになります。で、そうすると diu が diu プラス2よりも大きい ってことになるんですけども、前のページで DIU は DI1 プラス U 以下だっていうふうに言っていたので、この二つは互いに矛盾するということになります。で、矛盾で、初めの過程が間違っていたということになるという形で証明が終わるということになります。まあ難しいですね。ちょっと実はですね、いろいろ走ってるんですけども、あんまりちょっと、あの、細かくやりすぎると嫌なんで、これでも走ってるんですけども、えっと、まあ雰囲気はこんな感じ。 です。はい。ということで、各頂点を見ると、反復が進むごとに、そこまでの距離っていうのは、減少しない。ということが分かったと。で、こ、この話から、この、あの、証明したかったことの一番目はすぐに出てきます。何かっていうと、選ばれる増加度のこの数っていうのが、減少しない。なんでかっていうと、えっと、その、選ばれる、 増加度のこの数っていうのは、先ほどの距離の言い方で言うと t までの距離と等しいです。最短度を使って、えっと、増加させるわけだから。で、じゃあ dit と di プラス 1t を比べると、先ほどの距離の単調性からこの不等式が出てきてますので dit が pi のこの数 di プラス 1t が pi プラス1のこの数と等しいってことから欲しかった不等式が得られるということになります。いいですか。 で、これが前半、一番です。一番。まあ、あ証明は、あの、初めの回に言った通り、皆さんが、あの、一応、その、なんだろうな。あの、終えるというか、あの、 正しいか正しくないか判断できるための材料として、あの、出してるだけなので、あんまり、まあ、覚えようとかっていうふうに思うものではなくて、まあ、あの、理解できればそれでよしというふうに思ってもらって、それがなんか再構成できる必要はないですし、多分私も再構成できないので、まあ、そういうつもりで、えっと、まあ、理解しようとしてみてください。はい。で、これが一番の証明です。で、次、この二番の方をやっていきます。二番の方やってきます。で、これ何かというと、えっと、この数だけ繰り返しを行うと必ず使うこの数が 増えますよ、ということを言います。で、えっと、その時に何をするか。またですね、これ別のところなんですれさ先ほどの例のこの3回目の反復と4回目の反復を見ているんですけども、これどういう反復かっていうと、これは3回目の反復では、えっと、長さが3の、えっと、増加度を選んでいて、反復、第4反復では長さが4の、えっと、増加度を選んでいるという。そういうふうなあの状況なんですけども、つまり、この第3反復と第4反復、 のところで、この選ばれている増加度のこの数が真に増えている状況を、あの、例として持ってきています。で、どこに、えっと、着目して、えっと、何を証明するかってことをちょっと言うんですけども、これはややこしいんですけども、今、このこの数が増えた後で選ばれた増加度を見ます。で、例えばそのこの、その増加度はこの V4V2 っていう項を使っています。で、V4V2 っていう項を見ると、それは、えっと、この、右の増加度の方では、それは増加度の上の えっと、こなので、距離を見ると、必ずその矢印に沿って増えてる形になるわけです。その最短のに沿って必ず距離は1,2,3,4って順番に並んでるはずだから。で、それを元のところで、その項を見てみます。これ今色変えたんですけど、色変えたの見えないんです。まあ、この部分に着目すると。で、そうすると、今何かっていうと、前の部分では、 前の部分では、この V4、えっと V2 の距離のラベルを見ると、V4 のラベル、えっと、距離と V2 の距離が同じになっていますで。より一般的には、この、えっと、元の方の距離が先の方の距離以上になるということが言えます。っていうのを今から示します。で、これが示す。何がいいかってことはでで、これもですね。 なんか、あの、説明の仕方として、ちょっといろんな教科書とかいろんな論文を見て考えたんですけども、まあ、これが一番説明しやすそうだったんで、これにしてるんですけども、それでもややこしい。でもやっていきます。<laughs> これに決めたんで。で、何を証明するのかっては今からちゃんと言います。何かっていうと、えー、っと、こんな形です。<laughs> これ、先ほどの例と全然なんか書き方が違うからいけないんですけど何かっていうと、今、i と j っていう、えー、っと、その反復を表す、えー、っと、添え字。 があって、まあ、大 i 反復と大 j 反復を比べるんだけども、まあ、j の方が後に来るというふうにします。だから i は j2 番であるという状況で、えっと t までの距離が、i 回目の反復と j 回目の反復において、その補助ネットワークにおいて同じであるとします。同じであるとします。で、後の方の補助ネットワークにおいて選ばれた増加度 pj が小 uv を通るとします。これ、これ uv ですね。 でそうしたら、その前の方、この F は、えっと、大 i ハンプにおける補助ネットワークでは、U と V の距離を比べたら、U の方は V 未満です。ということが言える。っていうのが今から言いたいことです。これ、ちょっと前のページで言ってることと,ちょっと違うので言えないんですけども、前のページで言ってるのは、これの待遇のようなもので、ちょっと前のページで言ってことを書こうとすると、えっと、ここと、ここが入れ替わって規定されてるんですけども、DIU が、 div 以上であれば ,dit と djt の間に、こういう関係があるっ、まあ、先ほどでは、ここですね。この部分に、こういう関係があると。いうことで、そうすると、こっち側で選ばれた、この長さが、前の時よりも大きくなってますよ、ということなんですけども、まあ、それの、えっと、ここでは、 で、待遇のようなものを証明したいと思っていると思ってください。で、これは消すんじゃなくて、消すんじゃなくて、選びたい。生かして、今からここに書かれていることを証明したいということになります。で、えー、っと、ちょっと話の流れが自分ではわかんないんですけども、これは、だからまず、えー、っと、ここに書かれていることは何なのかってことをまず理解すると。選べない。選べたかな理解すると。いいですね。 から大反復と大 j 反復を比べますと。で、その時の t までの距離は同じですで、後の方の反復で選ばれた増加度は uv を通ってる。で、その時には、この前の方の反復では u と v の間に、この長さに、距離に大小関係があると。u の方が小さい。っていう関係がありますということを言います。で、これが言えると、あ、これ先に、ま、ずじゃこれをまず証明します。で、これが証明できると、 この2番が、そこから出てきます。で、これを証明すると、この2番が出てきますっていうのは、そんなに簡単にわかんないので、これちゃんとやる必要があるんですけども、それを後でやることにして、まず、ここに書いた、この性質、これを証明します。はい。で、やっていきますね。で、これはどうやってやるのかっていうことをちょっと今思い出せないんですけども、これも、配理法のような形ですね。なつまり、えっと、この結論を否定します。えっと、過程を認めて結論を否定します。 だから、えっと、i は j よりも大きくてて、i は j より小さくて、didt と dj、dit と djt は等しくて、pj が小 uv を通るんだけども、このヤル半径においては、u の距離が、u までの距離が v までの距離以上になってるってことを仮定して、矛盾を導きます。<laughs> ややこしいですね。あの、ある、ある,る ij とある uv ってなんですけども、 ややこしいですね。何がどうかかってるのか、ちょっとわかんないですけども、これは、えっと、これ入り法で進めていきます。で、どうするか。またこれがよろしくないんですけども、まず、えっと、これを満たすような J の中で一番小さいものを考えます。で、そのような UV の中であ、そのような、U、この、あの、過程を満たすような UV ですね。の中で、えっと、T に最も近いものを考えます。 さっきのその、あの、証明では、だから S に一番近いものを考えてたんだけども、これは T に一番近いものを考えます。で、そうすると何がいるかっていうと、今、この、えっと、大 J 反復における像、えっ、ー、と、補助ネットワークを見ます。で、ここにはそ,そのような UV があるんですけども、この UV、この V っていうのが T に一番近いものを選んでいるので、この V と T の間にある個、XY っていうのを任意、まあ、に考えたら、この、えっ、ー、と、 不等式を満たしていないので、dix と diy の間に逆向きの不等式が成り立つという形になっています。いいですか。た例えば、ここに今 xy っていう頂点があるんだけども、この xy っていう頂点は、これもともとの大合反復の方にもあって、この x と y の間の距離は、ここに書いてある、えっ、ー、と、代償反復を満たすという形になっているわけです。もうややこしいですね。<laughs> ややこしいんだけども、今こういう形になっていると。はい。で、この時、 この X と Y の間の状況を見ると、実はこの X と Y に向かって子がついているということになります。なぜか。これはややこしいですよね。なぜか。そうじゃないとすると、えっと、Y から X の方に、えっと、子が向いてるはずなわけです。で、それが、えっと、大事な反復では、X から Y 向きの子になっている。 ってことは、この大 i 反復か大 j 反復の間のどこかで、この y から x に向かっている項を通るような増加度が必ず選ばれていなきゃいけない。これ先ほどと同じような論法で言えるわけです。で、それによって、この y から x に向かっている項が消えて、x から y, y に向かっている項が現れているって形になってるはずなわけです。yx が、えっと、そうですね。だからあその途中のある k が存在して、この pk が yx。 通るという形になっているんですでそうすると何が起こるかっていうと、う J の最小線に分します。J の最小線って何だったかっていうと、これを満たすようなものの中で最小の J を取っているというふうに言ったわけです。で、これを満たすって何なんだっていうと、えっと、今、この K を J, J だと思いましょうと。で、そうすると PK は、PK は、書けない。PK は YX を通るんだけども、えっと D、えっと GFI においては、 えっと、これが成り立っているわけです。だから dy DI は dix よりも大きいって形にもなっているわけです。だから何を言っているかっていうと、えっと、この p、えっと、pk は小 yx を通るが dy が dx、dix よりも大きいという状況になっています。で、しかも、えっと、s から t までの距離っていうのは fy においては dit。 えっと、fj においては djt だったんだけども、先ほどの距離の単調性があったので、この大形反復においても、えっと、その単調性から d かけないかな。えっと、dkt っていうのは dit と等しいという形になっています。ってことで、えっと、この k っていう添え字は、ここに書かれている、えっと、性質を全部満たすような添え字になっているということになります。 そうすると、そのようなもので最小のものとして J を取ってきたんだけども、K の方が小さいので、矛盾するということになります。わかりにくいですね。だからこれは私の説明が悪いんです、ね。わかりにくいのは私の説明が悪いんですけども、まあ、正しいことを言ってるんだけども、説明が悪いっていうのは一番良くない。けども、皆さんが冷静になって考えればわかると思うので、まあこれをヒントにして考えてもらうということになります。いずれにせよ、この XY っていうのが DI、g f y の子になるということが言えます。この過程から言えます。 で、そうすると何が起こるかっていうと、今、えっと、えっと、この、えっと、xy っていう話は、v から t の間の、こすべての、任意の xy に対して言えるっていうふうに言っていたので、この v から t に向かっている、この、えっと、pj ですね。pj っていう、この、えっと、増加度において、この v から t に、 の間にある子っていうのはすべてこの GFI にもあるってことが今の論法からわかります。XY は任意だったから。あ、これで書いてあるけど、この V と T の間にある任意の子を考えてるんですけども、の2位の子に対してこれを入れたので、えっと、こういう形になってると。だから何かっていうと、ちょっと説明が悪いんですけども。このですね、この V から T に向かっているこの部分の子っていうのは全部 GFI にあります。 という形になります。それがこの初めの項目で書いてあるんですね。そうすると何が言えるのか。今ですね、この、えっと、GFI っていう補助ネットワークにおいて t までの距離考えましょうと。GIT です。で、これ何かっていうと、まず、えっと、この GFI において s から v まで最短距離でいきます。で、それはまず div です。で、そこからは、この、えっと、 今、この、存在するよって言った、この、えっと、部分の、えっと、道に沿っていきます。で、この部分の道は何かっていうと、この pj の v から t までの長さです。で、それは何かっていうと、pj に沿って、えっと、s から t まで行った距離 -s から v に行く距離になります。だから、これは djt-djv になります。 これがこの V から T において、向かって PJ で、に沿って歩いている距離です。で、この子は全部 D、GFI にありますから、それはこの、えっと、GFI において可能な経路になっているということになるわけです。で、それは、えっと、DIT、この、えっと、GFI における S から T までの最短の長さ以上になっているということになるわけです。 で、今、この距離を見ますと、今、えっと、元々の、じゃあ元えっと、大 j A 反復のところにおいては、V の1個手前が U なので、V を U に変えると、プラス1割でできます。そんなわけですね。で、そうすると、この、えっと、えっと、何なのかっていうと、DIU と DJU に関する、えっと、項があるんですけども、先ほど、えっと、距離の単調性って話をしました。そうそう、つまり、この DIU と DJU を比べると、DJU の方が DIU 以上になっています。 なので ,diu-dju っていうのは、必ず、えっと、0以上、ロ以下になっているということなので、それを0で置き換えると、ここに書かれている、えっと、式がいられるということになります。で、これはその dit が djt 未満であるってことを言ってるんですけども、もともと dit と djt は等しいっていうふうに仮定した、いたので、これで矛盾が導かれるということになります。 ややこしいですね。えっと、ややこしくて難しくって自分も話していて嫌になってしまうんだけども、まあこういう形で証明ができるということになります。で、えっと、まあ一応そまあ証明したことをもう一回言います。これですね。dit と djt が等しくって pj が ub を通っているときには du i と div の間に対償関係があると。で、これ先ほどちょっとその、この待遇を取りましたらどうなっているのかってことを、まあ 書いたんですけども、まあそういう形になると。で、これは先ほどの例でちょっと言っていたことで、diu と div の間に、この向きの、えっと、代償関係があったら、dit が djt よりも小さくなると。djt が d i t よりも大きくなっていたわけですね。ってことになると。ってことで、えっと、この性質を証明したことになります。で、これを、この数 a だけ、 反復を繰り返したら必ず増加度が使うこの数が大きくなりますよってことを言います。で、でそのためには先ほどの性質において、J を i プラスこの数とします。で、この今、この仮定があるんですけども、dit イコール djt と。で、この、これを仮定します。で、これを仮定して、この、 えっと、今、証明したことを使って、矛盾を導くということをします。で、矛盾が導かれるんで、この過程が正しくないってことになって、つまり、DIT と DJT を比べると、DJT の方が真に大きい。ってことが言えるっていう論法になります。で、それをやっていきます。が、あっとで、あと10分ぐらい。今日はいけませんね。やっていくと。で、実はですね、論法先ほどの証明と割と似てるんですけども、やっていくと。で、今言ったみたいに、まず J を I プラス A とします。 で、えっと dit と djt が等しいと、えっと、仮定して、えっと、しますと。で、先ほどの性質を使うので、今、この pj の任意のこう ,uv 取ってきます。ですね。を取ってきます。で、そうすると、先ほどの性質、これが、えっと、正しいですから、そのような u と v に対して、ここに書かれている不等式が必ず成り立ちます。diu と div を比べたら、diu の方が div よりも小さいことになってます。じゃあ、これが、えっと、どうなってるか。 今ですね、えー、っと、どうなってるのかっていうと、どうなってるのかというと、今これは、えー、っと、J として i プラス A っていうのを取ってき,てきてるんだけども、この前のページのこの性質っていうのは、J が i よりも真に大きければ必ず満たされるわけです。で、今ですね、 えっと、この、えっと、dit と djt が等しいって言ってるので、この間の反復においても t までの距離っていうのは全部等しいです。この dit と t と等しいですそ。それはその距離の単調性から言えます。ということなので、この間にある、だからまあ gfk とかっていう、これ次のページ行こうかな。gfk っていうのが、この間にあるんですけども、そこにおいても s から t までの距離は同じになります。 同じになっていて、それはその距離の単調性から言えるんですけども、そうすると、先ほどの性質が満たされるので、この u と v の間の、えー、と距離についても、えっ、ー、と dku が dkv よりも大きくなるってことが言えるということになります。はい。で、この時に uv が gfy の項であるってことが言えます。こういう項が必ずないといけないっていうことが言えます。 で、なんでかっていうと、これは実は先ほどと同じような論法になります。逆、あ、そうじゃない,ないとすると、必ず逆向きの子があるわけです。だけども、えっと、この第 J 反復、第、A、I プラス A 反復においては、U から V に向かっていく子があるので、どこか途中の段階で、この、えっと、V から U に向かっていく子が増加度によって選ばれて、それがあの消えてなくちゃいけないとなります。で、その反復が、 えっと、第軽半句で行われているとしましょう。で、そうすると、この VU ってこう通るような増加度が選ばれているわけです。で、これは、えっと、こ、この数が最短の、えっと、増加度ですから、DK かけないな。DKV は必ず、えっと、DK、これ V です。DKV は D、これ V に見えないけども、DKV は DKU2 番になっているという形になるわけです。で、そうすると、ここに書かれている、えっと、性質と矛盾するわけです。 だから、えっと、UV っていうのは必ず、この GFI の子になっているということがわかります。だから、こういう子があると。こういう子があると。で、それは、えっと、この、えっと、J 大 J 反復における任意の子に対して成り立ちますので、まあ、この任意の子、この全ての子が、まあ、この、えっと、GFI に存在することになるんだけども、まあ、これは別に、えっと、今から証明では使いません。まあ、いい、そう。 そういう子が1個あると。でも全部こう、現れてるっていうことが先ほどの同じ論法で分かります。ここの、こ,この部分と同じ論法で分かります。で、そうすると何かっていうと、この UV って子は、この大 I 反復か第大 G 反復までずっと居残り続けるわけです。消えませんってことになります。だから、この UV っていう子は、この大 I 反復か第大 G 反復まで、が来るまで、増加度に選ばれない子になってるということになります。 だけども、今、この J は、個の数だけ、えっと、えっと、えっと、I から個の数だけ反復させると、大事反復になってるんですけども、この UV っていう個が消えないとすると、別の個は消えてるわけです。この反復の間で。でも、消えること、えっと、この間で消えてる個の数っていうのが、この、えっと、A の予想数だけあるわけです。だけども、この UV が消えないってことになってると、消えることができるこの数は、 A-1 個しかないので、どこが一つの子っていうのは消えた後でまた必ず現れてるということになってることがわかります。で、これがポイントです。この、どっかの子は消えて必ずまた現れるということになってます。こんな感じになって、まあ、その子を XY としましょうと。XY は、はじめあるんだけども、どっかで消えて逆向きになって、また現れているということになってないと、その A 会の繰り返しの中で、その UV っていう子がずっと居続けるということはできません。 でそういうその個、x y を考えましょうと。で、そうする、つまり、これですね。で、そうすると、そういう個、x y があるんだけども、それが、初めは、X から Y に向かっていて、途中で逆向きになって、またその、順向きに戻る、順向きがその、x y の向きに戻る、ことが起きてるってことは、この XY っていう子が、その途中で、ある増加度に選ばれて、消えます。で、消えた後、逆向きになったものが、また選ばれて、消えて、逆向きのものができるってことが起きてないといけない。 ってことになるわけです。いいですかね。で、その反復を i'、g' と確認にしましょうで。そうすると、えっと、fi と fj において、あ、えっと、gfi と gfj においては、t までの距離は全部同じだったので、距離の単調性から、この間においては、やっぱり距離、えっと、t までの距離は全部同じになってる、となるわけです。一方で、この i' における反復を見ると、x まで 来てから y に行ってるので、x までの距離と y までの距離を見ると、x までの距離の方が y までの距離よりも小さい。っていうことが言えてます。まあ、より正確に書くと、えっと、di'x イコール di'y-1 マイナスになっていると。y の手前が x になっているということになるわけです。ここから矛盾が得られます。何に矛盾が得られるかっていう、何が矛盾かっていうと、 えっと、我々は、この下に書いてある性質が成り立っているということを知っていたわけです。で、何なのかというと、今、この J として、この i' 持ってきましょう。します。で、そうすると、えっと、えっと、えっと、T までの距離が変わらないですね。この GFI と GFI' において。この話から。で、えっと、G、えっと、この、 ここに選ばれている、えっと、ものにおいて、xy が選ばれていると。だから xy を通ると、pi プライムは xy を通るというふうに言ってるわけです。だそうすると、この性質から、えっと、ちょっと違う。これは今違うことを言ってますね。 今は、えっと、違うこと言ってで、これを、これを使いたいんですけども、えっと、すいません。今は、えっと、J を I' ムするって言ったんだけど、それが間違いで、J を J' とします。すみません。J を J' とします。そうすると、I と J' の間の対償関係はありまして、えっと、DIT と DJ'T は等しい。この、えっと、えっと、えっと、条件も出されると。で、PJ' が YX を通ってます。 だから今 UV は YX だと思ってくださいと。でそうすると、えー、っと DJ' プライム違うな。なんか変だな。ここはです。そうですね。ありがとうございます。じゃあ今、あの、いただいたので、ちょっともう一度言います。今 I を I' プライムとして J を J' とします。すみません。 そうすると、えっと、di't と djt' は等しいという条件は成り立っていて、えっと、pj' は、えっと、こう、えっと、yx を通っていると、とります。で、この i を i'、えっとプライムとすると di'y が di'x2 番になるということが導かれるということになります。ありがとうございます。すみません。自分で書いといてわかんないってことは、この書けたよくない。 だから、後で自分でビデオを見て復習します。はい。ありがとうございます。ということで、これが得られると。そうすると、この二つは互いに相入れませんから矛盾になっているということになります。はい。ということで、この数 A だけ反復を繰り返すと必ず使われるこの数が真に増えるということがわかりました。ということで、まとめをすると、エドモンズカープのアルゴリズムはたかだか頂点数かけるこの数、回の反復が停止すると。 ということになります。特に必ず提義するということが言えるわけです。こんだけ頑張って、こんだけのことしか言えないのかというふに思うかもしれませんけども、まあこれ割と頑張ったといううにだから、アルゴリズムの工夫は簡単なんだけども、まあ証明が割と大変。っていうことは、まあアルゴリズム業界で割とあって、まあそのうちの一つだったということになります。 あ別に皆さん、証明を、あの、再構成できる必要はないですけども、あの、読んで理解できると、私はさっき理解できなかったんですが、自分で書いといて。まあ、あの、理解できるとありがたいということになります。はい。で、ここから何がわかるか。一度言うと、まず、任意のネットワークに対して最大主流が存在することわかります。なんでかっていうと、必ず、エドモンズカープのアルゴリズムが停止するからです。で、特にエドモンズカープのアルゴリズムは増加動法の一種だったから、増加動法が停止することによって、その出力が最大主流になるってことが言えてるわけだから、 最大数に存在しますということが言えると。だから前回はこれその線形計画法の話を使って証明したんだけども、この増加同法だけ使ってもご証明できるということになります。はい。で、もう一個。えっと、前回これ言った、先ほどもちょっと言ったんだけども、最大量最小カット定理っていうのを前回は、えっと、線形、 計画法の相対定義を使って証明しようとして、その残りがちょっと先ほどあったんだけども、えっと、まあ、それによって生計計画法を使って最大最小カット定理を証明したんだけども、まあ、エドモンズカップのアルゴリズムを使えば、えっと、必ず停止することが言えるので、その停止した時に得られている最大 ST 流とその時に対応する ST カットがこの投資に出すことが言えます。ということになって、これも成立がわかるということになります。はい。で、えっと、 計算量の話、じゃあ、それ3分で終わらせます。<laughs> 3分でやります。今ですね、えっと、このエドモンズカープのアルゴリズムでは、この反復があって、この反復の回数が、えっと、V×A だっていうふうに言いました。で、計算量を見積もろうと思ったら、この反復を何回繰り返すのかってことと、各反復で何をするのかってことを、まあ、見積もればよいということになります。で、この反復の中で行っているのは、こ補助ネットワークをつく作って、補助ネットワークの上で、この数は最初の動画と見つけるっていうことだけで、 です。で、これは割と簡単です。で、ちょっとアルゴリズムのことを知ってる必要はあるかもしれませんけど、ここら辺のことは全部、まあ、この数に比例するような時間ででき、できます。え、特に、この数が最小の増加度を、あの、発見するっていうのは、まあ、幅優先探索っていう言葉をご存知だったら、まあ、それをやることで簡単に見つかるということになります。つまり、反復の回数は頂点数だけでこの数で。で、各反復で使っている計算時間はこの数に比例する。これ全体として、計算時間は、えっと、 頂点数かけるこの数かけるこの数。この数という形でかけるということになります。ちょっと最後急いでますけども、すいません。ただからまあまとめるとこんな形ですね。エドモンズカープのアルゴリズムは、頂点数かけるこの数の二乗ステップで必ず停止するということになります。で、まあこれが早いか遅いかは、今後の議論になっていくんですけども、えっと、あ、ちょっとここに書いてあることを言いますと、まあ組み合わせ最適化とかリター算アルゴリズムの文献では、頂点数を N、この数を M と書くことが多くて、まあそういうふうに書くとすると、 nm の2乗という形になります。で、えっとこの数は多くても頂点数の2乗のオーダーなので頂点数のえっとだけで評価しようとするとこのえっと v, a 2乗っていうのは v の5乗になります。で v の5乗って見るとちょっと大きいかなっていう気もするんだけどもちょっとこれは今後ちょっと議論していくということになります。はい。じゃあえっとまとめなんですけどもエドモンズカープのアグリズムを必ず停止します。ちょっと そのご利益があったかどうか分かんないような難しい証明だったかもしれませんけども、後で復習していただけるとありがたいと。で、次回は別の工夫の話をします。まだやるのかっていうのもあるかもしれませんけども、えっと、基本的に増加動法の話は次回最後になるんですけども、別の工夫があって、このスケーリング法っていう非常に重要なアルゴリズム設計手法があります。で、これを紹介したいっていうのが大きな次回の目標になります。で、これは割といろんなところで使えるし、 今後、この最小費用流問題のところでも使うので、まあその導入として次回お話しするという形になります。はい。ちょっといろんなところで詰まったりして申し訳ありませんでしたし、時間もあんまり残ってなくて申し訳ありませんが、今日はこれで終わりにして、まあ時間残ってませんけども、コメントを出して今日終わりにしたいと思います。じゃあありがとうございました。